一岡隆二は、福岡県糸島市出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カーアップ所属。糸島市立前原西中学校時代は、糸島イーグルスでプレー。大分県の東院高等学校に進学後、2年時の秋に肘を壊し、3年時は当番がなかった。大学や社会人から声がかからず、専門学校コンピュータ教育学院の野球部に、 セレクションを経て入学。一年時の2009年から公式戦に登板し、実績を重ね、体重が2 0ラム増え、球速も時速1 5トルアップした。二年時の2010年、第40回ジャバ徳山大会では、同チームの優勝に貢献し、自身は登板した2試合で完封勝ちを収め、最高主君選手賞を受賞した。三年時の2011年、 第82回都市対抗野球大会の予選では、九州二次予選の初戦の対鹿児島ホワイトウェーブ戦で、小安田ダ完封勝利を挙げ11奪三振を記録した。2回戦の対九州三菱自動車戦では、9回3、安打に失点と高騰するも1から2で敗戦。大会後、JR 九州の補強選手に選出され、1回戦の対 JR 東海戦に先発。 三回零三を四安打に失点と粘りの投球を見せるも、敗戦投手となった。同年10月27日、プロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから3位指名を受けて入団。2012年は4月6日に1軍登録されるも、定着に至らず。シーズン序盤は2軍で抑えを務め、6月のイースタンリーグ MVP を受賞した。二千十三年も二軍で抑えを務め、 2軍成績は35登板で32回に3を投げ15セーブ、42三振、防御率1.10であった。シーズン途中には1軍に昇格し、前年を上回る9試合に登板。オフにはプエルトリコインターリーグにコーカラコ有機と共に派遣され、3試合に先発登板し、2勝0敗、防御率1.62を記録したが、 右足首捻挫のため予定より早い11月30日に帰国した。12月25日に FA で巨人へ移籍した大竹博の人的保障として広島東洋カープへの移籍が発表され、2014年1月7日に NPB から公示された。2014年は開幕一軍入りを果たし、3月29日の対中日ドラゴンズ戦では初ホールドを記録。 シーズン13試合目の登板となった4月27日の対巨人戦では延長11回表に登板し1回を無失点に抑えた。その裏ブラッドエルドレッドが山口哲也からレフトスタンドにサヨナラ3ランを放ってプロ初勝利を記録しヒーローインタビューでは故郷の博多弁で喜びを爆発させた。2014年5月25日 松田スタジアムでの埼玉西部ライオンズ戦で2点リードの9回に登板し、1回を2奪三振、飛安打1、無失点に抑えて、プロ初セーブを挙げた。この日が来るのを夢見ていました。これからもスーパーサブで回れたらいいなと思います、と満面の笑みで語った。その後勝ちパターンのリリーフとして安定した成績を残し、23試合登板した時点で、 防御率0.78を記録していたが、右肩痛を発症し一軍登録を抹消された。8月に戦線復帰したものの再度、右肩痛で抹消されて、その後一軍での登板はなかった。移籍一年目のシーズンは31試合に登板し、防御率0.58の高成績を収めたことが評価され、契約公開では1350万円増の大幅な年俸アップになった。 2015年は、開幕一軍メンバーに選ばれるが、4月3日の中日戦でサヨナラダを浴び、プロ初黒星を喫した。5月20日の中日戦では移籍後ワーストの4、失点を喫し、5月21日に登録を、抹消された。その後8月2日の横浜 DNA ベイスターズ、戦で7回裏に登板し、無失点に抑え、8回表に、ライネル・ロサリオの2段で逆転し、 シーズン初勝利。8月7日の巨人戦では、延長12回裏に危険球退場した中崎翔太に代わって登板し、シーズン初セーブを挙げた。2016年は怪我で出遅れ、一軍登板が6月の半ばであった。一軍復帰後は、安定した投球をしていたが7月25日に、右腕の検査のために軍落ち。8月に復帰後は再び安定した投球を。 偽チームのリーグ優勝及び日本シリーズ出場に貢献した。しかし日本シリーズでは登板機会に恵まれなかった。2017年は開幕には間に合わなかったが、4月後半に一軍に昇格。自己最多の59試合に登板し6勝19、ホールド防御率1.85の成績を残し、2年連続のリーグ優勝に貢献。 しかしクライマックスシリーズは3試合に投げ1失点と、後頭はしたが、チームは敗退し、日本シリーズ出場はかなわなかった。2018年は、前年に引き続き59試合に登板。中崎翔太、ヘロニモフランスアラと共に、勝利の方程式を担い、5勝2セーブ18ホールド、防御率2.88を記録。3年連続のリーグ優勝に大きく貢献した。 契約公開では2400万円増の7700万円でサインした。2019年は序盤には前年までと同様セットアッパーとして活躍したが7月に登録抹消されると8月に一軍昇格となった際も振るわず再び登録抹消されシーズンを終えた。33試合の当番にとどまったこともあり契約公開ではプロ入り後初めての減報となった。 2020年は、開幕に軍スタートだったが7月半ばに一軍、昇格。昇格後5試合連続無失の高騰し、シーズン初セーブも記録したが、3連投目になった7月24日、対横浜戦の9回2点リードの場面で、登板すると、サヨナラ満塁本塁打を含む5失点で、シーズン初黒星、以後投球内容の悪さから登板の場面も限られ2度の、 登録抹消もされ遺跡後ワーストの成績に終わる。オフの契約公開でも厳しい評価をされ1700万円ダウンの推定5600万円で契約となった。投球フォーム最速時速1 5 1トルの速球が持ち味の本格右腕。他にもフォーク、カットボール、スライダー、カーブなど多種の変化球を持ち玉としている。 二軍で対戦経験がある高森勲気はタイミングが取りにくくボールの出どころが見えづらい独特な投球フォームをしており浅尾拓也と同タイプの投手と評価しているまたフィールディングにも定評がありバント処理などでダイビングキャッチを試みたり怪我を恐れない投手あふれるプレーをたびたび見せる相性は一ッチデータコンピュータ教育学院時代には マイクロソフトオフィススペシャリストなどの資格を取得している。学生時代にイタリア料理店でアルバイトとして働いていたが、客にスープをこぼすなど、失敗続きでよく泣いていたという。引っ込み事案で人見知りな性格で、巨人時代には二軍投資コーチの豊田清から、積極的に行けとアドバイスされており、広島に移籍が決まった際にも、積極的に行かないと、 壊れていく意味がないだろうと言われた。広島球団は2013年から一岡を調査しており、大竹の FA 遺跡でプロテクトから外れたため指名した。獲得が決まった際、球団幹部はトレードでは取れない選手と一岡を絶賛していた。庶民的な面もあり、広島電鉄に乗って買い物に行くこともあるという。また、 腕を振る練習として3500円のバドミントンのラケットを愛用している。巨人時代に熱帯魚とウーパールーパーとエビを飼育していた。料理も趣味の一つであり、得意料理はトンカツ。顔がカピバラに似ているため、チームメイトの今村武や大瀬良大地と共にカピバラ三兄弟と呼ばれ、球団もカピバラのイラストを描いた T シャツを発売している。ありがとうございます。